ねんねママチャンネル。だから寝られないんです。赤ちゃんもともと睡眠に入るのっていうのは苦手です。自分で寝る力生まれた時は知りません。だからそれから大人が無意識のうちに寝返りをして潰してしまうなんていうこともいろんな事故が起きてます。こんにちは、ねんねママです。今日はベビーベッドって必要？選ぶ時のポイントというテーマでお話をしていきます。ベビーベッドが必要かどうか、これは意外と知られてないすごく基本的なお話です。で、なんで意外と知られてないかというと、まあ子育てってすごいやっぱり初めてだから不安が多いから先輩の意見、ママ友の意見聞くじゃないですか。で、そうするとこれに関しては人によって言うことがめちゃめちゃバラバラなんですよね。ベビーベッドあったからすごい役に立ったよっていう人もいれば、うちは全然寝てくれなかった、どうせ寝てくれなくて荷物置きになるよっていう人もいます。こういう意見あるので、じゃあどうすればいいのか迷っちゃいますよね。私もそうでした。ただこれ正しいことを知らないと、最初のうちはなんとかなっちゃったりするんですけど、1年くらいした時にすごい苦労することになります。なので今この動画を見ていただいて、ちゃんと正しい知識を身につけて、いい選び方ポイントで選んでいただくということが大事です。先輩たちがまばらなことを言うことに対して睡眠の専門家として大事なお話をしていくので、皆さんもぜひ見て実践していただければなと思います。はい、ではベビーベッドが必要なのかどうか、これは専門家として必要だというふうにお答えさせてください。というのはやっぱりベビーベッドが一番赤ちゃんにとって安全な寝床なんですよね。大人と一緒に寝る、大人のベッドで添い寝するというのは一番危険です。これは転落する可能性がありますし、大人の布団、掛け布団が赤ちゃんの口や鼻を塞いでしまって呼吸ができなくなってしまうというような恐ろしいこともあります。それから大人が無意識のうちに寝返りをして潰してしまうなんていうこともいろんな事故が起きてます。過去起きているので、まずベッドで添い寝するというのは危険です。やっぱり赤ちゃんのために作られているベッドというのがベビーベッドなので、それを使っていただくというのが一番安全になります。ただこの先輩たちが言ってるどうせ寝てくれないよということについては、どう考えていくかというと、これは赤ちゃん自身にベッドを自分の寝床だというふうに認識させられていないからなんですね。置けない、置いてしまうと泣いちゃうから、だから自分のベッドに連れ込んで、ないしはお布団で一緒に寝かすようにしてるっていうと、赤ちゃんはそれが当たり前、ママに泣いていれば自分のママのベッドに運んでいってもらえるんだっていうふうに覚えちゃうんですね。で、それが繰り返してる間に、結局ここは自分の安心して寝られる場所じゃない、自分が寝るべき場所じゃなくて僕はママと一緒に寝るんだっていうふうに変換されて赤ちゃんの中で覚えていっちゃう。だから寝られないんです。赤ちゃんもともと睡眠に入るのっていうのは苦手です。自分で寝る力生まれた時は知りません。だから寝る力っていうのを、育児する方が教えていってあげなくちゃいけないんですね。寝れてる子と寝れてない子の差というのは、ママやパパがここを寝る場所として教えたかどうかというような違いなんです。つまりこれから、育児をする人がどうすればいいかというと、ベビーベッドを用意してそこで寝ることが自分の場所なんだというふうに赤ちゃんに教えていくということが大事です。じゃあ買った方がいいっていうことなんですけど、レンタルでも OK かどうかということについては、まあ、実際これはレンタルでもまあいいです。どのぐらい使うかということにもよります。ただやっぱベビーベッドできるだけ長く使った方がいいです。物にもよるんですけど、だいたい2歳ぐらいまでベビーベッドは使っていいというような基準になっています。とした時に、レンタル0歳から2年間すると、まあ買えるぐらいの金額になっちゃいます。なので、まあ買っちゃってもいいんじゃないかなというふうに思います。それと、レンタルする時の注意すべきポイントというのは、安全基準というのはどんどん更新されてます。なので、古いものじゃないか、特にお下がりもらうなんていう場合は気をつけていただきたくて、中古で買ったりお下がりもらったりする場合は、過去の安全基準のものがあるので、そういったものリコールが出てないかとか、新しい安全基準を満たしているかどうか、そのあたりをチェックして、もらい物するんだったらして使うようにしてください。では実際に、ベビーベッドを買うというふうになった時にどういったポイントで選んでいくかということのお話です。まず1つ目、マークの確認をということなんですが、PSC マークと SG マークというものがあります。これがついてるかどうかっていうのを確認してください。まあ、基本的に日本で、店頭に出てるベッド安全なものだとは思います。ただ必ずこういったマークがついてるかどうかを確認しておくと、安心です。続いてレギュラーサイズとミニサイズどっちにしましょうということがあるんですが、まあ、これ置けるのであればレギュラーサイズを
選ぶことをおすすめです。というのは先ほども、ベビーベッドできるだけ長く使った方がいいで3000円の寝床なのでっていう話したんですけれども、レギュラーサイズだとより長く使えます。やっぱミニサイズだとちっちゃいので1歳過ぎたぐらいでどうしてももう狭そうだなっていう風に感じるようになってきてしまうと思います。とはいえ寝室の事情あると思います。我が家も実は、ベビーベッドを置く場所がなくて置けていません。で、ミニサイズこれすらも実は入んないんですけど、入る方に関してはミニサイズ使っていただきたい。でうちみたいな場合はどうすればいいかというと、ちょっと別の動画でうちどういう風にやってるかっていうのをご紹介してるんですが、布団を敷いてそれを赤ちゃんのスペース、まあ、子供のスペース囲ってます。そういうやり方も、それは床置きのベビーベッドを作るというような考え方で作っているんですけれども、そういうやり方もあります。なのでちょっとそれ気になる方は別の動画見ていただきたいんですが、置ける場合は置けるだけの最大サイズのものを置いてください。レギュラーサイズを置ける方はレギュラーサイズを置くようにしてください。でサイズアウトして使えなくなったらどうするかっていうと、先ほどご説明したお布団で代用していくというようなやり方がありますので、それを参考にしていただければなと思います。それから収納付きかどうかということに関してなんですが、これに関しては、まあ、収納付いてる方が便利だとは思います。ただ、1個すごく大事な情報が出ているのでご紹介します。収納付きベビーベッドに関して2019年に消費者庁から大事な勧告がありました。それは、ベビーベッドの下の扉の部分に頭が挟まってしまって死亡または重大な、事故になる可能性がありますという発表です。でそれが、こういった形のもので絵で見ていただくのが分かりやすいと思うんですけれども、下の扉、収納部分の扉がしっかり閉まっていなかったかばかりに赤ちゃんの頭が挟まってしまって窒息してしまうというようなことですね。こういったことがあるので収納付き便利なんですけれども、使うときは必ずそこの扉が閉まっているかどうか赤ちゃんが寝るたびに確認するようにしてください。続いて大事なポイントとしては高さ調整ができるかどうかということです。最初のうちは、割と高めに設定していた方がママ腰痛くなりづらいです。おむつ替えしたりとかよいしょって置いたときにやっぱりそんなに腰かがまない方がお世話しやすいんですけど、これが月齢がいって立ち上がってきたりとか、まさにこのイラストみたいな感じなんですけど、こういう風になってくると、床板の高さが高いとこのままよいしょって乗り越えられちゃうんですね。でそうすると転落するっていうような、もうめちゃくちゃ危ないです。なのでそういったときはどんどん下げていけるように、大きくなってきたら床を一番下まで下げていけるようにという風に使える高さ調節ができるベビーベッドというのが買うためにはおすすめです。一つすごくよく聞かれるポイントとして、添い寝タイプこれどうですかというのをよく聞かれます。で実は添い寝タイプに関してはごめんなさい、全然おすすめしませんっていうのは、大人のベッドで寝てるのと一緒なんですよね。添い寝って境界線が引かれてないので、結局赤ちゃんがママに触れてしまうということは、ママママって手を出せてしまったり、まあ、ママの袖口こうやってやったり、ママを触りながらじゃ寝れないみたいな癖がついてしまうという意味でも、そういう寝タイプはママがよく眠れませんし、それからゴロ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 って寝返り打って大人の方のベッドに来てしまったらそこから転落するという可能性があります。全然ありますこれ。なんで、そういう寝タイプのベッドの子って寝室に一人で残せないんですよね。寝室に一人で残したら転落したり、それから大人のベッドで勝手に掛け布団に入って、鼻や口が塞がってしまうというような危険性があります。一人で寝室に残していけない環境というのは赤ちゃんにとっては安全な環境ではありません。なので添い寝タイプはおすすめしてません、ごめんなさい。最後に危険な使い方についてなんですが、これはベッドの中に柔らかいものを入れるということが一つ、それから二つ目、最近リコールが出た傾斜型についてです。でまず一つ目の柔らかいものを入れるというものに関しては、ベッドのところにバンパーといって、ベッドガードとかベッドバンパーっていうんですけど、こう柔らかいガードみたいなのをつけるのがあるんですね。でそういったものをでアメリカですでに死亡事例があるもので、顔が挟まってしまって抜けなくなってそのまま窒息してしまうということがあります。で他の動画でもいろいろお話しさせていただいてるんですけれども、掛け布団とか枕とか柔らかいものも口や鼻を塞いでしまう危険があるので、ベッドの中には入れないようにしてくださいというふうにお願いをしています。なのでそういったところを気をつけるようにしてください。それから2つ目の傾斜型については別の動画でリコールが出たお話を解説しているんですが、斜めになって体が斜めになるタイプのベッド、もしくは斜めにするようなクッションみたいなのは、危険ですので使わないようにしてください。はい、本日のまとめです。ベビーベッドって必要ということに関しては答えは必要というのが答えです。でもし置けない場合に関してはお布団もしっかりさベビーサークルで囲うなどの対応をしてください。レギュラーサイズとミニサイズどちらかといえば大きい方が長く使えます。でも置けない場合はミニサイズでもいいです。卒業したら先ほどのようにお布団を使っていくなど、もしくはキッズベッドというものに変えていくようにしてください。それからマークを確認してください。高さ調整できる方が長く使えます。添い寝タイプ危険です。危険な使い方、柔らかいものを入れるということと傾斜型、体が斜めになるように寝かせるというのは危険です。なので、そういったポイントに気をつけて、ベビーベッドをうまく活用するようにしてください。
赤ちゃん寝かせるの大変だと思います。ベビーベッド買ったはいいものの、やっぱり最初に言ったみたいになかなか置いたら寝てくれないということあると思います。ただ癖をつけてしまうことが大変なので、どうしても最初はちょっと苦労すると思いますけれども、一生懸命ベッドに置いてあげる、ベッドに置いてあげる、抱っこする、あやしてベッドに置く、これを繰り返すことで、ベビーベッド自分の場所だというふうに認識してくれるようになるまで、ちょっと頑張ってトライするようにしてみてください。たくさんのパパとママ、赤ちゃんが安全に快適にお互いすやすや眠れるようになることをすごく強く願っています。本日の動画は以上です。参考になったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。個別コンサルティングやねんね講座のお申し込みは概要欄のサイト URL からお願いします。その他、ブログ、LINE アットなども運営しております。ご視聴ありがとうございました。